で先ほどですね横浜 FC の選手たちが今ちょうど入ってきましたけれどもシャツを着てこの T シャツを着て、入場してきておりますけれども岩田はい、ここは一旦下げて森早めにプレッシャーが来ました。しっかり2度置いていいんですかね、うん、森選手の横パスに対してさてブラウノワ健進中に村上スペースに流し込んで村上出てきて、うん、村上のシュートだ。もう足で防ぎました、はい、ブラウノワ健進選手からのこうパスねしっかり背後取って、まあ、右足振りましたけど中央にいます。垣谷ロングスロー、うん、回転を狙った、うん、これまだ浮いてます。つなぎに行くセカンドボール止めて右足のフィニッシュ止めた。山根ガブリエル出ました。外ガブリエル、うん、山根のクロスをヘッド、ナイスセーブ、押し込んだジョアン・パウロです。取りましたね。非常にヘディングを、ね、セーブしましたけど、はい、ここはちょっとはっきりしなかったですよね、うん、大池選手の足の間ですね。そうですね。そうですよね、はい、いやよく狙ってましたよね。狙ってきました。あーよく弾いた。ここはよく止めましたけども繋ぐ桜川村田、はい、なんとかクリアです。よく駆け出しましたね、田中選手も。シャドウの選手が献身的に行きますからね、はい、うん、そしてここで試合終了です。が終わって笛が鳴った途端に、まあ、小野田監督もポーンと手を叩いてハイタッチをスタッフと交わしました。